はい、どうも、ブレイクスルー佐々木です。今日はね、ある面白い、説を、ちょっと持ってきました。というわけで、ね、どういう説かっていうとね、まあ、怪力っているじゃないですか、ポケモンの。で、怪力がもし現実世界にいたら、室伏広治よりも強いんじゃないのかなっていう説についてね、まあ、今回はね、検証していきたいなというふうに思います。それではね、まあ、どういうふうにやっていくかというとね、まずはね、室伏広治のね、まあ、データについておさらいしていきたいなと思います。はい、じゃあ、調べていきました。まあ、彼が今までにどのような記録を打ち立ててきたのか、をね、まずハンマー投げの強さからね、まあ、知っていきたいなと思います。室伏広治っていうのは、まあ、ハンマーの重さがやっぱ16ポンドあるんですね。16ポンドっていうのは、まあ、7.26キロぐらいあるんですけれども、まあ、ね、その7.26キロの、ま、重りを、まあ、どのぐらい飛ばしているのかっていうと、84メーター86センチ飛ばしているわけなんですよね。もうめっちゃやばいわけですよ。それではね、次にね、まあ、怪力の強さについてね、調べていきたいなって思います。で、怪力の強さについて調べるためには、まあ、ポケモン図鑑のね、まあ、初期設定を見るのが一番だろうということで、まあ、まずはポケモン図鑑を見ていきたいなって思います。はい、ということでね、まあ、見ていったんですけど、もうすごいやばいことが分かってしまいまして、何が分かったかっていうと、まあ、青版、リーフグリーン版のポケモン図鑑の説明にどういうことが書いてあったかというとですね、まあ、スーパーパワフルなパンチを食らったものは地平線まで吹っ飛んでいってしまうというふうな記述があるんですね。これは強敵だな。というわけで、まあ、怪力圧倒的勝利ということで、終わりたいと思います。以上、ありがとうございました。で、終われるかい。まあ、というわけでね、こんな感じ、すぐにね、はね、終われないのでね、まあ、実際に怪力ほどのパワーがあったら、まあ、室伏広治何人がかりで戦えば、まあ、怪力と互角の争いをすることができるのかについてね、まあ、検証していきたいなというふうに思います。それじゃあね、まあ、怪力の強さについてね、まあ、検証していきたいんですけれども、まあ、怪力は、パンチを食らったものが地平線まで吹っ飛んでいってしまうということで、まあ、ここではね、まあ、成人男性、約70キロぐらいですかね、70キロぐらいの人を、まあ、地平線まで飛ばすことができるだけの、力について計算して、まあ、それをね、室伏広治の、ハンマー投げの記録と比較していきたいなというふうに思います。それじゃあね、どんどんやっていきたいなというふうに思います。ペッ！さあ、行くぞ！はい、というわけでね、怪力が、まあ、人間を地平線までぶっ飛ばすということで、まあ、地平線までの距離をどうやって求めるかっていう、ことについて、まあ、こちらの、まあ、式で議論していったところなんですけれども、まあ、立っている人が怪力だとしてください。で、怪力は、まあ、図鑑で調べたところ、まあ、身長が 1.6 メートルということなので、まあ、怪力の身長 1.6 メートルから見て、まあ、地平線っていうのは、まあ、どれくらいの距離にあるのか、について計算していきました。で、まあ、丸いのが、この丸いのが中心、地球ですね。で、あいつが怪力なんですけれども、まあ地平線までの距離 B っていうのは、まあ3平方の定理から、まあルート C 事乗引く A 事乗というふうに求まります。で、ここで A と C っていうのは何なのかっていうと、A が 6371km ということで、まあこれが地球の半径。そして、まあ C が、まあ地球の半径に、まあ、海流じゃねえわ。まあ地球の半径に、まあ怪力の身長を足したもの、になるということで、まあこちらの3平方の定理、こちらの式を解けば、まあ B の、地平線までの距離が求まるということで、まあ地平線までの距離をまず求めていきたいなというふうに思います。それじゃあ計算していきましょう。はい、というわけでね、まあ地平線までの距離についてね、まあ求めていきたいんですけれども、まあ B は、まあスクエアルートの、まあ、C 事乗マイナー A 事乗ということなので、まあ、C 事乗マイナー A 事乗を計算しました。とすると、計算結果は 4.51 という風に出ています。まあ、A と C はキロメートルの単位なんで、これもキロメートルの単位で出ています。というわけで、まあ、だいたい 4.5 キロ。海流じゃない、海力から見て、まあ、地平線までの距離は 4.5 キロ、ということが、わかりました。はい、というわけでね、4.5キロ、70キロの成人男性を 4.5 キロ、飛ばす力っていうのは、まあ、7.26 キロのハンマーを 84.26 メートルでしたっけ？飛ばすの、に比べて、まあ、どれだけの、力を必要とするのかについて計算していきたいなというふうに思います。
まあ、これをエンターすれば結果が出るようになっております。じゃあ結果で出していきましょう。はい、どうぞ。